回のタイトルは FTX の崩壊以降カルダノはクジラから注目を集めるです。ぜひ最後までお付き合いください。ホエールスタッツによるとカルダノエイダは過去24時間における100大 BSC クジラの購入資産トップ10にランクインしています。これとは別にカルダノはオンチェーンでの活動が活発化しており、FTX 危機以降、新しいウォレットアドレスが 400% 増加しています。カルダノは、ここ数年で業界最大の危機といわれる FTX の破綻の中でも、比較的無傷のままです。チャールズ・ホスキンソン氏によると、FTX が引き起こしたダメージは連鎖的に広がり、他の暗号企業に大きな影響を与えるとのことです。しかし彼はカルダノが全く言及されていないことに喜びを表しています。カルダノに特化したツイッターアカウントで有名なエイダ・ホエールは現在の危機におけるカルダノのスタンスを称賛しています。セキュリティ、非中央集権、科学、公正な流通、そしてオンチェーンで全てを行うことにほとんど独断的に焦点を当てることは暗号が自己規制になるのと同じくらい近いものです。コミュニティはデタラメが通用しないゾーンであり、多くの善意あるグループと私たちのチームを結びつけます。ユーザーに安心感を与えるサンデースワップ。カルダノデックスであるサンデースワップは、ブロックチェーン金融の展望における最近の出来事を踏まえて、ユーザーに安心感を与えています。それによると、サンデースワップは事業体として影響を受けておらず、カルダノでのディファイの将来の成長に向けて適切な位置にあると述べています。2021年9月まで遡るとアラメダリサーチはサンデースワップラボのシード投資家であったことをツイートで述べています。今回の破産申請によりアラメダの持ち分が売却される可能性がありますが、サンデースワップラボの継続的な運営と成長には全く影響はないと続けています。サンデースワップはその財務的な実行可能性を明らかにし、さらにアラメダはラボの資産に対する支配力を持たないことを付け加えています。サンデースワップラボは米国を拠点とする企業として FTX にアクセスしたことがないため、 FTX とアラメダの流動性危機の影響を全く受けませんでした。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。